はは、い、さんんこにちすょうの仮想通貨のマーケットはですね少しまあ戻ってきておりますけれども、まあ、アメリカの今日は祝日ということもあって、えー、若干ですね、動きというところはまあ限定的になっていくんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱり大きく動くときっていうのは、どっかのですね、お休み、市場がお休みだったりとかして、リクエリティーが結構枯渇しているような状況にまあ動くっていうことが結構多かったりするんですよね。まあ、その典型的な例として アメリカというよりも本当は日本とかアジアのマーケットが休んでいる時っていうのが結構動きやすかったりとかするんですが今回の場合はたまたまアメリカ市場がお休みのタイミングでこういった形となりましたで一応前回の動画見ていただければ分かります通り背景としてはですねアメリカの債務上限の引き上げがある程度決着するんじゃないかっていうような見方がですね出てきてはいるんですがやっぱりこのトップの合意っていうところが その周りの議員さんの合意というところにダイレクトにやっぱりつながっていかなくて毎回毎回揉めるので短期的にはちょっとダウンサイドを気をつけておかなければいけないんじゃないかなというのは個人的には思っています。で、えー、今日はまあそのマーケットの話を置いておいて今ですね起こっております、まあ、結構政治関係だったりとか、まあ、あとはクリプトのマーケットでまた新しくいろんな、まあ、そのオンチェーンのデータをベースとした 分析とかのの動ききが出てきていいるのでそういったところも今日皆さんにお伝えをしててこうかなと思っております。で,今日ですね、皆さんにこちら、今、画面映っていると思うんですが、新しくですね、投資家新聞みたいな感じで、デイリーのですねマーケットのサマリーと、あとは注目のニュース、これ、今、サンプルなんですけれども、これに加えて、マーケットデータですとか、あとは、アメリカの経済指標、f e d の関係者のスピーチ、本日のチャートみたいな。 まあこういったレポートをですね、毎日毎日配信をしていこうかなと思っております。で、えー、これですね、もしご興味あるなと思ってくださった方は、えー、概要欄の方のリンクの方に、えー、まあ、あの、なんていうんですか、このチャン、あのー、なんていうんですか、サブスタックってメルマガなんですけれども、一応リンク貼ってあるので、えー、ぜひですね、フォローしていただけると嬉しいです。でやっっぱりこういった ウェブ YouTube での、まあ、配信っていうのもすごくやっぱ大事だと思うんですが、まあ、こういったいろんなです、ね、ニュース後で振り返りたいなとか、まあ、こういったことをですね、まあ、あの書いておいて、まあ、あの日どんなことがあったのかなっていうのを、まあ、振り返ったりするのに、まあ、結構便利なんじゃないかなと思いますし、まあ、あとはこうやって僕はですね共有させていただいておりますニュースとかの,、まあ、あのサイトのリンクもですねこういったところに貼っておこうと思うのでぜひですね、えー、皆さんご興味あれば。 リンクの方から見ていいただけると嬉しいです、まあ、あとはここ最近ですねバイナンスのアカウントを皆さん持っている方はいらっしゃるかもしれませんが日本の住所でですね登録している方々に関しては、まあ、結構ですね、まあ、まだ全員ではないかもしれないんですが、まあ、一部の方がですねデータが消えていたりとか、まあ、ちょっとアクセスできなくなっている人っていうのも、まあ、一部いるようなので。 まあ6月の後半ぐらいからいろんなポジションが取れなくなるというふうには言われていますし11月ぐらいには最終的に使えなくなるみたいな話が出ているんですけれどもやっぱり今のうちからですねもうやってこないと最悪資金がなかなか動かせないみたいな状況にトラベルルールの適用もあったりするのであるんじゃないかなと思いますのでぜひですねまだ講座解説していない方は僕も使っております以下のガ要欄ンにもありますバイビットですとかあとは z o o x とかですねこういった リンク、講座ですね。まあ、ぜひ、えーまあ、作っておくといいんじゃないかなと思うので、えー、ガーラーの方ぜひチェックしていただければと思っております。はい。ってことで、本題入っていきましょう、えー。まずはですね、こちら、15ミリオン、えー、US ドル分、まあ、つまり約20億円ぐらいですかね、日本円でいうと、分の、えー、イーサリアムが、まあ、ICO でですね、まあ、販売された分の トとというものがですね動き始めましたと、まあ、大体8年ぶりに動き始めたということなんですが、まあ、今ですね15ミリオンなんですけれどもその当時買ったのはですねわずか2500ドル分だったらしいんですよね。で約リターンがですね60万パーセントぐらいのリターンとなっていて本当にちょっとあの異常な動き、まあ、異常な値上がりしていたわけなんですけれども、まあ、これがですねこここ最近動き始めて、まあ、今後この 分が売却されるかかどうというのはさら、まあ、かではもちろんないんですけれども、まあ、最近ですね、まあ、ビットコインも含めてかなり昔に購入されたビットコインイスタレムが動き始めるっていう現象がですね結構最近出てきているので今後ですねこういったお金がですね、まあ、売却にされるのかもしくはステーキングまたされていくのかとか、まあ、非常に注目が集まっていますと。でやっぱりですねここ最近ククジラのアテティビティが、まあ、ビビがットコインを中心に 非常にまあアクティブになってきたりとか、まあ、あとアメリカの政府がですね、いろんな民間からとか、いろんな人たちが取り上げたビットコイン売却していたりもするので、結構オンチェーンデータの分析の重要さみたいなものが改めて見つめ直されていると思うので、こういった情報をですね、もっともっとさっきのメルマガも中心に皆さんにお伝えをしていこうかなと思っております。はいで続いてなんでですすけれども日本のですね 政府が CBDC、アメリカの、まあ、じゃなくて日本の国のデジタル通貨です、ね、のテストを始めましたと、で今回です、ね、まだあのそんなに大々的にはされてはいないんですけれども、まあ、一応下の方にですに、ね、ちょっとデータが出ているんですが、えー、とどこだったかな、この辺ですかね。はいまあ、大体あの10万ユーザーザ分の テストみたいなところを、まあ、今されているわけなんですが、まあ、これがですね今後、まあ、これ日本だけではないと思うんですが、まあ、世界各国でどん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 進んでいってデジタル通貨の導入っていうのが、まあ、どっかのタイミングで来るんじゃないかと思いますし、まあ、やっぱりですねこの日銀だけではなくて本当にいろんな国がこれ導入している一つの理由としてやっぱり紙とかコインみたいなトークンとかそのお金のですね、まあ、管理っていうものすごいやっぱりコストと、まあ、いろんな労力がかかるんですよね。 なのでこういったところに移行していくことによってそういった労力の本当に大きな削減もできると思いますしあとは銀行も含めて管理もですねやっぱりデジタル通貨の方が簡単にできるしいろんな情報についてもしっかりと取れるということでこういったところの導入が今後進んでいくんじゃないかというふうに思いますただしその一方でプライバシーの問題とかっていうところもですねやっぱりすごく気にされている部分ではあるのでその辺りが最終的にどのように 管理をされるのかもしくはされないのかというところも大きな議論になってくるんじゃないかなと思うので注目をしていきたいかなと思っておりますはいで続いてなんですけれどもバイビットがですねカザフスタンでクリプトのですねカストリーサービス、まあ、資産の預かり業務というところを免許を取るということを発表していましたでこれによってですね、まあ、資産預かり業務をできることになったので、まあ、幅広いサービスの提供というものをよりですね、まあ、そのレギュレーションに しっかりと管理された状況でできるようになっていくということで一つ非常に大きな面白いニュースだなと思ったんですがそれ以上にやっぱりこのカザフスタンというところがこれまでやっぱりマイニングの中心地として一つ注目されていたんですけれどもやっぱりこういったライセンス発行とかっていうところをですね積極,して積極的にしていくことによって一つやっぱりクリプトのハブというかクリプトの一つの大きなビジネスをやる上での重要な拠点として 今後、捉えられていくと思いますし、まあ、今後こういった場所でですね、カンファレンスが行われたりとか、まあ、いろんな動きも今後出てくると思うので、このカザフスタンという国がですね、どんな今後役割を果たしていくのかというところは、注目をして見ていきたいポイントかなと思ったりはしております。はい。で、ちょっと前のですね、FTX の事件がありましたよね。で、その FTX の事件があった際に、テマセックというですね、シンガポールの 政府系のファンドがあるんですけれども、ここのファンドから FTX に対して約300ミリオン US ドルのです、ね、投資があったと、まあ、約日本円でいうと500億円ぐらいですかね。で、今回、その資金がですね大きく毀損してしまったことによって、テマセックのですねこの FTX への投資をしていたまあ担当者の方のまあサラリーとかがですね大きく削減されたということがまあ発表されていました。で これはですね、まあ、あの当然といえば当然かなとは思いつつ、まあ、少し一つ疑問だったのが一応ですねこの FTX に投資する上で8ヶ月ぐらいのですねすごく厳しいデューデリジェンス、まあ、いわゆるその調査を行ったとっいう記載があるんですよね。でやっぱその8ヶ月に及ぶいろんな調査ってそもそもどんなだったのかというのも非常に気になりますし やっぱりこれはテマセックだけではなくて他のファンドもそうなんですけれどもやっぱりこれまでのデューデリジェンスいわゆるそのしっかりとした綿密な調査の内容っていうものみたいなものがやっぱり一旦見直されたりですとかあとは今までのそのデューデリジェンスをやっていたを、まあ、経て投資したものっていうほかにもやっぱりいっぱいあるわけじゃないですか。なのでもう一度再調査みたいなところをできる限りやるっていう動きも まあ出てくるんんじゃなないかなと思うんですよねやっぱりこれっていうのはすごくクリプトに投資する上で一つ一つ非常に重要なきっかけ、まあ、ニュースになったと思いますし今後、まあ、クリプトだけではなくて、まあ、いろんなそのファンドがですね投資をする際の改めて審査基準みたいなのを見直すきっかけになるんじゃないかなと思うのでこれによって投資が減速する可能性も十分あると思いますし 投資がですねなかなかできなくなる状況っていうのもあったりするので、まあ、そんなに正直プラスなあの事件ではないと思う一方でこれまでがやっぱりあまりにもずさんすぎたというところもあるのでこういったところを経てですね、まあ、より良い投資の,、まあそのプロセスみたいなものが一定程度確立されていくことによってクリプトへの,その投資だったりとかクリプトを見る まあ,そのある程度見方みたいなところのベーシックが今後確立されていくとまあいいのかなというのは思ったりはしていました。はい、でもう一個ですね、ちょっと景気のいい話なんですけれども、カーブファイナンスというです、ね、イーサリアムネットワーク上で確か2番目に TVL ですね、まあ、その資金がロックされているプロジェクト大きいプロジェクトがあるんですけれども、そこの CEO と、まあ、この奥さんの名前,も名前というかあの入っているんですが、40ミリオンオーストラリアドルの 家をですねあの合計で40ミリオンの家を2軒買ったというニュースが出てましたでこれ以外にもですね、まあ、クリプトのいろんなプロジェクトを実際にローンチした方々の、まあ、毎回毎回これ奥さんでここに書いてあるのは若干ちょっと違和感があるんですけどあのそういった方々が購入しているという動きが今あるそうですまあやっぱりあのそれだけ成功した プロジェクトについては、まあ、それだけの報酬がです、ねまあ、やっぱり得られるということは、まあ、引き続き活動通貨ドリームあるなみたいな感じが、まあ、あのこういった記事から感じられると思うんですけれども、まあ、今はこのタイミングではそんなに大きなプロジェクトっていうのはまだ出てきてないですけれども、まあ、今後やっぱりですね、まあ、いろんな金融機関ですとか、まあ、あとはいろんな個人投資家も含め多くの投資家がこの分野にまた入ってくるタイミングっていうのは絶対必ず規制とかがです、ね、整った後に。 あると思うので、まあ、そういったタイミングでは少し時間がかかるかもしれませんがやっぱりこの Web3 ブロックチェーンの分野っていうのは引き続きまだこういった多くのですねス,トアスタートアップが夢を持てるような分野に引き続きになっていくんじゃないかなというふうに思っております。はいということで皆さんいかがでしたでしょうか。えー、今日ちょっと先ほども触れましたけれども今回のそのメルマガですね。メルマガはですね前回ちょっと 何パターンか作って一旦ちょっと出したりはしてたんですけれども、まあ、自分としてどういったものがやりやすいかなっていうふうに考えたときに、まあ、そのヘッジファンドの時にやってた、まあ、レポートがあるんですね僕は作って、まあ、チーム向けに流してたりとかしてたんですけれども、まあ、それをですね、まあ、やっぱりちょっとやってみるっていうのが一つありかなというふうには思いましたもちろんちょっと同じレベル間でのレポートっていうのはですね周りの機材ですとか、まあ、使ってるサービスも違うので出せないんですけれども ある程度あの、その簡略化版みたいなものでえ皆さんの役に立てば嬉しいなというふうに思っていますし、まあ、あとはですね、こういったレポートをです、ね、出している方も、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、やっぱり僕なりのレポートを作ったり,作ったりするレポートっていうのは他の仮想通貨に、まあ、特化した方が作るものに比べてもうちょっとマクロンのニュースですとか、まあ、そういった世界的な経済情勢みたいなものを含む内容がほ、まあ,あの,他の方よりも、まあ、多いと思うので えーまあ、少し人によってはトゥーマッチなインフォメーションと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、やっぱり今後ですねこのクリプトだったりとかの分野については多くの機関投資家が参入してくるというかもう既に参入しているんですが、まあ、そういった方々っていうのはですね必ずクリプトに特化するニュースだけではなくてマクロの経済の関連ニュースみたいなところも見ているのでこういったレポートがですね、まあ、長,期的に長期的な視点で見てみると 非常に役に立つんじゃないかなというふうに僕は思ってこういったことをやっていこうかと思います。で一応ですね中身についてはまだ当然完成版というかですね今後どん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 ,どん改,あの改善していきたいと思っていますので是非ですね今回のこの毎日毎日出すメルマガのコメント欄にですね皆さんの意見とかこういったものを載けてほしいとかこういったものいらないとかですね何かしらご意見いただけると嬉しいかなと思っております。 はい、ってことで、皆さん、今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。